つまで YouTube 続けたい？いつまで、うん、突破おめでとうございます。ありがとうございます。ゆるくん TV の視聴者さんが増えたことによって環境の変化とかありますか？要は学校でゆるくん TV 見てるよって言われたりとか、言われるとか、なんかご飯食べに行った場所で、あ、ゆるくんだ、握手してくださいとかって言われたりする？あ、言われる。言われるね。はい、言われます。ママも言われるね。パパは一番言われません。誰このおっさんみたいな。はい、じゃあ次の質問いきます。ゆりくんが好きなお菓子は何ですか？うまい棒。うまい棒が一番好きなの？うん、ね、あれが好きだ、はい、あのスプラトゥーンの、ああ、スナック菓子ね。はい、パパは何歳ですか？40歳です。子供ながらパパさんの歌声に惚れています。おー、ありがとうございます。ボイトレとかされてるんですか？昔はしてました。今はやっておりません。ボブさん、ダンス歴何年ですか？今結構踊ってないんですけど、今のも踊ってるって言うんだったら14歳からやってるから、15、16、17、18、19、20、23、24。え？26年。あ、そっか。俺が40だから今。40から14を引いたら26だね。ダンス歴26年です。自分もダンス、ロックをやっているのですが、何個のジャンルをやってますか？パパは R&B とヒップホップ、ハウス、3ジャンル、踊れます。はい、じゃあ次の質問いきます。ゆりくんはダンス習わないんですか？私もダンス習っているので、パパさん憧れです。やるわ。はい、やるよね。はい、ゆりくんもダンスやります。はい、はい、次ゆりくんへ質問。いつまで YouTube 続けたい？いつまで、うん、おじいちゃんになるまで続けたい。おじいちゃんになるまで続けたい、うん、はい、ずっとっていうことだね。はい、次の質問、パパに質問です。撮影は正直大変ですか？めっちゃ大変です。めっちゃ大変だよ。大変だよね、撮影ね。商品レビューも結構大変だし、グリーンバックとかでの背景でやるやつも大変だよね。パパさん、編集はどれくらいかけてますか？ものによります。基本2、3時間ぐらい。もっとかかるときは1週間ぐらいとか。平均したら5、6時間くらいじゃん。そうだね。はい、じゃあ次の質問いきます。しおんくんへ質問。今一番ハマっていることは何ですか？次の質問いきます。パパさんとママさんは結婚して何年になるんですか？何年になりますか？9年目。はい、9年目だそうです。パパさんとママさんに質問です。仲良しの秘訣は何ですか？なんだろうね。仲良しの秘訣は何ですか？あとは一緒にいれるときは一緒にいるとかじゃない？うん、まあ今はシーシーがいるから2人とかっていうのないけど、うん、妊娠中とか2人でちょっと出かけたりしてたじゃん、うん、今日ちょっと時間あるからお昼食べに行こうとかさ、うんうんうん、そういうのが大事なんじゃないかな。一緒に過ごす時間とかね。そうそう。はい、ディズニーのホテルの中で一番おすすめのホテルはどれですか？一番おすすめ。シーシーが一番おすすめ。シーシーよだれが。分かってるでしょ。ママはじゃあランドホテルにする。なんでランドホテルなんですか？ミラコスタは、うん、あのちょっとお高いお部屋で、うん、あの窓側だったらすごい景色がいいからいいんだけど、うん、反対側とかだと、うん、こう駅とかなんか
サップ系ゾーンが多いので、はい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 、だけどランドホテルは海側、うん、海か、うん、もうランド側、うんうん、だから、うん、チラ見とかできるし、うん、あとはなんか可愛いそのプリンセス的なお部屋がいっぱいあって、うん、そういうキャラクターじゃなくてもなんか中がオレンジとピンクで可愛らしいから、うん、おすすめです。はい、パパも完全なるミラコスタだよね。もう単純にショーがホテルの部屋から見れるから好きです。以上です。はい、はい、じゃあ次、はい、ママさんへ質問です。次行きましょう。はい、パパさんとママさんは中学時代何部でしたか？何部？ママ、ママ水部。何水部って？吹奏楽部。あ、吹奏楽部ね。パパは野球部でした。野球部。はい、じゃあ次の質問いきます。ママさんに質問です。今回のヘアスタイル個人的にすごく好きで、特に前髪の重めのパッツンが可愛いです。ママさんのサラサラのストレートヘアはとても綺麗ですが、お家ではどんなお手入れをしていますか？そんなに変わったことしてないと思うんだけど、はい、お風呂に入った後にオイルでオイルを軽くつけてドライヤーで乾かすのと、名前忘れちゃった、なんかブイーンってなるブイーンブイーンってなる櫛がブイーンってなるね櫛があって、それでこうなんか溶かすとサラサラになるんだよね。だそうです。じゃあ次の質問いきます。いつもおしゃれなママさん、洋服を購入する際に選ぶ基準ってありますか？基準、基準、似合うかどうか。似合うかどうか確かに服屋さんとかで見たり、うん、ネットとかで探して、うん、あ、これいいな、好きだなっていうやつがあったら、うん、パパに、うん、ね、これどう思うって聞いて、うん、似合うと思うよって言えば、うん、買ったりするし、うん、パパがこれいいんじゃないとかって持ってきてくれたりすることあるじゃない、うん、で、また当てて、あんま好きじゃないなと思ったら買わないしあ、これ好きだなと思ったら買うし、うん、好きか、好きって思うかどうか。はい、ゆりくん、どんな女の子がタイプですか？どんな女の子？かわいい子とか、綺麗な子とか、優しい子とか。優しい女の子がいいじゃん。優しい女の子が好きなの？綺麗、綺麗で、はい、綺麗で優しい女の子が好きだそうです。はい、はい、じゃあ次の質問いきます。たまにお姉ちゃんたちがいますが、どんな関係ですか？お姉ちゃんたち、ひまりちゃんともえちゃんかな。ひまりちゃんともえちゃんはいおりくんの、お友達です。で、ひまりちゃんともえちゃんは小学6年生でいおりくんが2年生なんですね。りなちゃんっていう子も出てくるから、りなちゃんも説明するんですが、りなちゃんはりなちゃんのお母さんとママがお友達なんだよね。で、りなちゃんと遊ぶようになったんですね。はい、そんな感じですね。はい、はい、今ハマっているゲームは何ですか？マリオです。学校生活は楽しいですか？はい、楽しいです。はい、はい、ママ、パパに質問です。 YouTube 名はしおんくんの名前は入れないんですか？ママには権限ございません。パパにも権限ございませんまあ、今は入れる予定ないよね。シンシンがもうちょっと大きくなってから、うん、考えたいね。変えるのか、変えるにしてもどういう形で変えるかとか、うん、今のところはよりくん TV のままかなかなっていう感じだよね、うん、じゃあ次の質問いきます。はい、ユニバーサル好きですか？好きです。来年またね、また行きたいね。好きなポケモンは何ですか？コダック。コダック、コダックが好きなの？かわいい。まあまあね、かわいい。似てる。はい、で4人家族でディズニー行くときはランドとシーどっちに行きますか？両方です。まあ、そのね、日程にもよるだろうけど、多分両方行くっしょ。両方行くっしょ。シオンくんが大きくなったら一番最初に一緒に乗りたいディズニーの乗り物は何ですか？一緒に乗りたいやつか。うん、シーシーと一緒に乗るなら何に乗りたい？シーライダーか。シーライダーか。スターツ。スターツ。いおりくんはマクドナルドで何を食べますか？よく食べるのはポテト。ポテト。いおりくん、今持ってるディズニーのぬいぐるみで一番のお気に入りは？はい、今の一番はシーライダーみたいです。
くんのことはなんて呼んでますか？しおんくん。ママしーし。パパもしーし。いーちゃんはしおんくんね。しおんくんって呼んでるね。確かに。みんなに質問です。寝るときはみんな一緒ですか？一緒だね。一緒です。一緒です。川の字になってます。はい。最初の挨拶は誰が考えたんですか？どうもゆるくんです。やったーっていうのはゆるくんだよね。で、振りをつけたのがパパだよね。次の質問いきます。皆さんへ、皆さんに質問というかお願いです。今年受験生なんです。受験生の皆さんに一言いただけないでしょうか？リラックスして、はい、自分の力を出し切ってください。ゆるくん、踏みよ。いけたー、うん、いけたー頑張れわパパはね、できないをできるにしましょう。人のできないをできるにしましょう。パパの格言だね。はい、ありがとうございます。はい、いちごジャム好き？ブルーベリージャムの方が好き。あんまり好きじゃない。一緒。ゆるくんたちはチョコエッグ開封の動画を上げてますが、いっぱいあるチョコエッグのチョコはどうしてますか？冷蔵庫に入れて食べてるよね。日に日に食べてる、食べてるよね。で、いつの間にかに全部もうないよね。すぐなくなるよ。てすぐなくなるよね。白の森なくなってるもんね。イーシャンが超好きだからね。ブームに手紙などを送ると読んでもらえるのですか？読みます。ゆりくんに質問です。幸せですか？幸せです。はい、幸せみたいです。ママさんに質問です。ドナルドのどんなところが好きですか？ふわふわのこの尻尾と、はい、この蝶ネクタイが可愛いから。はい、皆さんに質問です。皆さんは年パスって持っているんですか？買うつもりってありますか？ちなみに高校生です。どんぐらいいくかだよね。うちってさ、年2回とかじゃん、うん、春と冬、冬春と秋とか年パスの方が。そうなんだよね、うん、だからいつも年パスじゃなくてチケットを 3day パスポートみたいなやつを買って、うんうん、入ってるんだけど、うん、月に1回とか行くんだったら年パス買った方がいいと思いますが、うん、そもそもないよっていう感じだったら年パスよりも普通のチケットの方がいいと思います、うん、往復3000円かかるけど、うん、年パス買うのってどうなのっていうことが聞きたい。買いたいんだったらね、聞きたいわけだから、うん、往復ね3000円かけて高校生がそのディズニーに年パス買って毎回行くっていうのはありかなしか、ありかなしかってことだと思う。まあ俺好きだったらありじゃない？うん、まあ俺も別にありかなと思うけどね。はい、じゃあ次の質問、パパさんに質問です。いおりくんを可愛いと思うところはどこですか？いおりくんを可愛いと思うところ、そうですね、全部可愛いです。いおりくんの将来の夢、将来の夢何になりたいの？いいじゃん、将来ルイージになりたいとかもう言うなよ。言わないし、うん、何になりたいの？あんじゃん、いろいろ。プロ野球選手になりたい、サッカー選手になりたい、ケーキ屋さんになりたい、パン屋さんになりたい、歌って踊れるアーティストになりたいとかあるじゃん。特に今は決まってない。帽子屋さんかな。なんで帽子屋なんだよ。すげえのが出てくるな、お前な。かっこいい帽子。かっこいい帽子を売るの。うん、いいね。パパ、将来の夢教えてください。将来の夢。うん、将来の夢。みんなが死ぬまで仲良く過ごせることかな。パパの将来の夢は、パパが作った曲をいおりくんとかしおんくんに歌ってもらったり踊ってもらったりして、その MV にママが出演するとか、そういう家族で大規模なね、ちょっと作品をね作ることが夢です。ディズニーホテルに泊まるときは宿泊日の何ヶ月前に予約しているんですか？結構唐突に行きたいって言い出すので、はい、1ヶ月前ぐらいですかね。はい、ディズニーホテルに宿泊されるときは公式ホームページからホテルだけ予約されていますか？それともバケーションパッケージで予約されていますか？サイトからホテルのみ予約してます。あ、あとレストランも予約してるね。はい、はい、ゆりくん、ディズニーのポップコーンで何味が一番好きですか？何味が好きですか？ママさんに質問です。
ママさんがたまに着ている赤チェックのワンピースはどこのブランドのものですか？はい、ザラじゃないか。一番幸せだなと思う時はどんな時ですか？寝る時。寝る時ね。パパはね、やっぱその今日も家族が無事で寝室にみんないて4人で彼女で寝る時が一番幸せだね。ゆるくんはゲームでした時と、夢見る。夢見る？夢、幸せな夢見る時、が幸せなの？はい、次の質問、ママさん質問、新居の中で一番落ち着くところはどこですか？仕事部屋です。ゆうきに質問です。憧れの人は誰ですか？誰？パパはい、パパだそうです。ありがとうでいいした。ママさん質問です。しおんくんはゆうりくんと比べて夜泣きが多い方ですか？夜泣きはゆうりくんも結婚してたから、あんまり変わらないかなと思います。ただ昼間はしおんくんの方がご機嫌が悪いことが多いので、だいたい抱っこしながら編集したりとかねしてます。至急最後の日、どのように過ごしますか？ママ、ママはね、家族全員揃って、最後に好きなものを食べて、DVD でも見て、みんなで一緒に過ごします。はい、ママはそうなんだね。じゃあゆうりくん最後ね、パパはとりあえずみんなで、家族みんなで固まってお話しして寝る。はい、ゆうりくん、僕は、みんなで、美味しい映画を見たり、はい、だそうです。はい。しんみりになっちゃうね。はい、じゃあ続きまして、ゆうりくんに質問です。学校のお友達は YouTube をしているのは知っているのですか？知っています。はい、みんな知ってんの？みんなじゃないけど一部の人は知ってるんだ。はい、一部の人は知ってるそうです。はい、ママさんに質問です、はい、息子ちゃんたちにキスとハグしてますか？してます。はい、めっちゃするよね。めっちゃするね。めっちゃするし、パパもめっちゃする。イシャもめっちゃするもん。うん、イシャもめっちゃするね。次の質問いきます。いおりくんに質問です。恥ずかしい。いおりくんに質問です。はい、学校で流行っている遊びとかありますか？鬼ごっこ。鬼ごっこ、はい、鬼ごっこが流行ってるみたいです。鬼から逃げろ。で、この前こけてね、怪我してたみたいな。はい、次の質問いきます。ゆりくんへ、最近学校で嬉しかった、楽しかったことは何ですか？楽しかったのは、遊んだのかな。遊んだのが楽しかったんだ。嬉しかったのは、テスト100点なった時嬉しかったの？すごいガックル。100点だったよ、つってね。はい、じゃあ次の質問。はい、最後、パパさんかママさんへ質問。はい、ゆりくんが何歳の頃からディズニーリゾートを行っているんですか？3ヶ月だね。3ヶ月です。はい、ゆりくんが3ヶ月ぐらいの頃からゆりくんは行ってますね。はい、はい、以上だね。はい、今回は、質問コーナーの回答編でしたね。はい、ゆりくんいかがでしたか？楽しかったですか？はい、はい、ママいかがでしたか？なんかいろんな質問に答えるからね、ちょっといろいろ恥ずかしいのもあったけどね。でも新鮮でした。はい、そうですね。また、機会があったら質問コーナーやりたいと思います。はい、はい、次回もまた皆様ゆりくん TV でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。